マルバオンの戦いは7年戦争中に、スペインによるポルトガル侵攻の一部で、1762年11月9日から翌日にかけて、スペインの大軍がマルバオン城を攻撃したが、トマス・ブラウン対尉率いるイギリスとポルトガルの守備軍に撃退された戦闘。1762年夏に、ポルトガル全土を占領しようとした、スペインの2回の侵攻は失敗していたが、 スペインはフランスから1万の軍勢と装備の援助を得て3度の進行を計画していた。しかし、ポルトガルにもジョン・バーゴインとジョージ・タウンゼンド率いる8000のイギリス援軍が加勢していた。スペインの第三次進行はフランスとイギリスの和平交渉に起因した。というのも、この時期の戦闘は一般的には秋や冬に起きず春から始まるので、スペインは 交渉を有利にするために番州での奇襲を計画したのであった。しかし、ポルトガルの司令官シャウムブルクリッペ・ハクビルヘルムは、すでに主な中流軍に増援を送っていた。スペインは軍を数種に分け、それぞれが各自の目標を攻撃した。マルバオンもそのうちの一つで、スペインはマルバオンを占領するつもりでいた。マルバオン上は、 定女川近くのセイラでサンマメデにある花崗岩のゴツゴツした岩肩の上にあり、スペインにとっては定女川とかを容易にするための戦略的要所であった。城はトマス・ブラウン大尉率いる500人大佐の第83不評連隊とポルトガルの文献会、民兵が数門の大砲を持って守備についていた。スペイン軍は4000から5000の大軍だったため、 強行状態に陥った市民は降伏を要求したが、ブラウン隊員は長い包囲戦になると見越して拒否した。このため、彼は要塞による守備側の有利にもかかわらず、スペイン軍が直接攻撃を仕掛けてきたことに驚いた。スペイン軍がマルバオン南東部のより緩やかな傾斜から登ろうとしたため、ブラウンは上塞からその方角に援軍を送り、 マスケット銃射撃と砲撃を開始した。激しい砲火にさらされた上、工場用のはしごが短すぎて城壁にかけることができず、スペイン軍は大損害を出した。スペインの指揮官は奇襲が失敗した上に、城の守備が強いことがわかると、包囲戦を準備していなかったことを理由として、翌日に撤退した。もう一つのスペイン文献隊は、オーゲルワの 小さな要塞を攻撃したが、そこのポルトガル中流軍も攻撃を予想しており、反撃に出て、スペイン軍を敗走させた。11月19日、マルワオンとオゲルワの中流軍は合流、スペイン領のラコドセラを吸収して占領した。このように各地の小さな町であった抵抗はスペインに、アレンテージョを攻略するには、決定的な勝利が必要であることを確信させた。 しかし東映はすでに近く補給も不足していて、しかもスペイン軍は薬病で大損害を出していたため大きな行動に出られなかった。結局スペイン軍は15日に撤退をはじめ22日に停戦を要求した。ありがとうございます。